ホートンの旧宅ジョージタウンアモリー・ホートンは、アメリカ合衆国の経営者、外交官。1957年から1961年に、かけて在フランスアメリカ合衆国大使を務め、ボーイスカウトアメリカ連盟の理事長を務めた。また、コーニングの取締役会長の、1941年から1961年、1959年に、 ニューヨークシンシナティ協会の名誉会員。ハーバード大学を卒業した後、1921年にコーニングガラス製作所で B ファクトリーの混濁機に関する仕事を始めた。1926年に社長補佐就任、2年後に執行役副会長に選出された。1930年には社長となり、父が死去した1941年に、 取締役会長となる。この役を1961年に退いた後、1961年から1964年まで経営委員長。1964年から1971年にかけて取締役会長。父アラソン B ホーソンはニューヨーク選出の合衆国会議員、在ドイツアメリカ合衆国大使、在イギリスアメリカ合衆国大使を務めた。 息子のアモリー・ホーソン・ジュニアはニューヨーク選出の合衆国会議員。女優のキャサリン・ヘプバーンはまたいとこ。ホートンは1945年にシルバー・バッファロー賞を受賞。1946年から1951年にかけてはボーイスカウトアメリカ連盟の理事長を務めた。1949年から1951年にかけて世界スカート委員会に報職。 1955年に世界のスカウティングへの報酬をた,たえて世界スカウト委員会からブロンズールフ賞が送られた。ありがとうございます。